えー、もぎなです。えー、穂坂和さえ。えー、確かに小学校の時の、えー、クラスメイトにおりますで。中村直美もそうです。えーと、同じ合唱部でした。内田京子。これも同じ、えー、中学校でしたね。高校違います。え坂和さかかずは、うーんどこだろうどこの学校行ったのか知りません。友人でも知り合いでもないから。 ただクラスメイトにそんな名前があったなってのは覚えてますよ。保坂和江はね、ちょっとバタ臭い顔してる顔。だから、えー、卒業名簿かなんかアルバム見て、えー、この女性可愛いから俺の女房にしようって言って、保坂っていう保坂和江を女房にしたんじゃないですかね。えー、第一審の埼玉地方裁判所熊谷支部の、えー、庶務課の人間、保坂ってのがいたから。 ほ坂か坂って、ああ、ほ和かかで、えー、あずさ監査法人か江えってのがいるのね。かずっこってのが。あーなるほどねって。そんなもん、読みして、えー、偽証させたって何の意味もない。うん。だから、えー、あいおいにせいは損んは完全に敗訴になる。うん。完全に敗訴になる。なるんだよ。うん。鈴木久人。お前のざる頭じゃ。 あの、勝てない。無理だ。力技なんてやったも全然ダメだよ。うん。だから、え損、ー、保ジャパンが全部支払うっていうふうになってるけど、払わない場合、まあ、払わないから、えー、国土交通省に平川っていうお前んとこのグループの、えー、ヤクザものをくっつけてるわけでしょ。うん、後も同じ。うん、ならないと思う。ならない。えー、これはね、<coughs> え、<laughs> 金融庁が、その当て逃げ事故の件で、えー、まあ、こう、あのー、業務改善命令を私が求めてるものに応じないとできなくなる。だから、当て逃げ事故を起こしたのは、あいおいに制度は損保で、先に先行投資したから、バカだからね、鈴木久人っていうのはさ、えー、こいつ B 型だと思うよ。行き当たりばったりだから、毎回ね、うん。ざるだなと思ってる。だから、えー、あいおいを切ります。 え、損保ジャパン一本化にしてやろうと思う。<coughs> あ、でも、それもいいけど、まあ、あいおいも、それから、損保ジャパンも、実は屋台もね、一緒。安田会場火災だから。あバカだから、130億で、えー、三井住友、信託銀行の金を、えー、流用して、えー、130億円投資したんだよ。パラリンピックの件もあるから。だから、成功すると踏んだんだろ、バカだよね、こいつらね。 黒ロサ和之カズイキなんか所詮ザルだ、ザルだからダメだよ。お前が全責任を負わされる。あの、最高裁が新しいなんか、あの、大理石の、あの、増築がされてるけど、私の件でそんなことをしたっていうことがバレる。うん。えー、この国は創価のものじゃない。それから統一教会のものでもない。両方コーリア宗教だ。起源は、 えー、コーリアの人間なんだよ。ソフトバンク。これもそうだから。全部がね。私は最も嫌う連中だよ。ならない。そっちには行かないし。その人間たちの犯罪だと言ってぶち上げる。これは韓国の人間たちの犯罪だから。うん。な,なんで三井を切ったか三井には原田がいたから。原田は韓国人だから。だから、いや、の、行かなかった。もちろんロピアもそう。うん。原田は、 えー、韓国人でロピアのお金をもらったんだよ。損保ジャパンから。もっとも損保ジャパンはもう安田海上火災。IO イ,イニッは損保のものだから、そっから、えー、いなお子をはめて130億円の金を投入しても、1200兆円のお金を引き出したとして、鈴木久人が報復疎遠でんだよ。でもこの国がある。あるよ国がね、国自体が1200兆円を、 あいおいに清いどうはそんのそのままになんかしないよ。うん。内田京子なんか友人でも知り合いでもない。保坂和江なんかも友人でも知り合いでもない。ただのクラスメイトだよ。うん。持ちだなんてま、ましては知らない。内田京子の友人でしょ。えー、私は高校一緒じゃないと思うよ。内田京子は、えー、被服科か保育科だよ。あの、だから、全然関係ない。関係ない。中村直美と一緒だと思うよ。 なは全然関係ない。無関係人と時短交渉をしていた三井住友会場は完全に負けたから、負けたんだよ。だから私が切り捨てた。私に直接アポイントメントを取らなきゃいけないものが、原田なんか何もアポイントを取ってない。債務不存在って言ってるだけだよ。バカだからさ。らそんな会社相手にしてもしょうがないから切った。そして原田は、不正やすしとして、不せ千秋と結婚したんだよ。 それで合点が行くんだよ <coughs>。なんで不正の物件が多かったか。うん。不正千秋とえ婚姻関係を結んで、坂本の式地内にあった。坂本は原田だから。朝廷前置主義も、それから第一審の、えー、っと、埼玉地方裁判所に法廷に立ってたのが原田康史っていう真っ黒い顔したヤクザもんだよ。だからもう、えー、三井はダメだなと思って切りました。 はい。原則之さん、あなた、あなたの側には絶対に行かないって宣言してる通りです。保坂和恵内田京子、持田とかいうのも、それも私の友人でも知り合いでもない。うん。あなたは負けます。100%。切りました。えー、じゃあ、あいおいが勝つか勝ちません。MS&AD の犯罪だとして押します。まあ、あの、今回は損保ジャパンに請求一本化になります。 なります。なります。それで、えー、ソン損保ジャパンがどうなるかといえば、損保ジャパンの屋台骨は、あいおい日清ドア損保なんだよ。同じなの。二回も交通事故起こしてるから。それを歌います。えー、ソン損保ジャパンは、あいおい日清ドア損保の安田海上火災のものなんだけど、だけど結局は、m a d の犯罪だから一緒だってことよ。 損保ジャパンはもう屋台骨がないの。130億で、え、三井住友信託銀行に売られたら、かわいそうな、真っ赤かな、え、何も、え、オーナーがいない会社なの。三井住友信託銀行は、あい日生童話損保と、え、東京海上日動の連中、ちょうど、ホテルアクアセンスと同じ構成要件だよ。構成要件の人間たちしか入ってない。 そういう事件です。